こんにちは。こんばんはかな。私は今神戸市長田区にあります、鉄人広場におります。鉄人28号のモニュメントの前にいます。すごいホットな話題が今、この辺りにありまして飛んできました。皆さんにいち早くお知らせしたいと思います。楽しみにしててね。それじゃあ、今のあの鉄人28号モニュメントからまっすぐ南に歩いていくこの商店街、ここをずっと歩いていきます。ずっと行くと足元にいろんな人の手形があるんですけど、サインと私も書いた覚えがあるのでちょっと探してみます。この辺りって懐かしくて、昔あの辺に神戸デパートっていうのがあったのね。そこの、 あの屋上の食堂っていうのによく日曜日ご飯食べに来てた覚えがあります。はい、大正筋商店街です。阪神淡路大震災あってだいぶ変わりましたけど、神戸ミーティングという阪神淡路大震災復興チャリティーライブを一度長田でやったことがあって、その時すごくね、長田区のこの町の人たちに力を貸していただきました。こんな中にあったっけな、どの辺かな。野球選手の方が多いですね。将棋のハブ自転車で踏んでいかそうよ、みんな歩くとこやから踏まれるのよねあった、あった、2枚ある手形と、なんか汚れてるあ、取れるわ、チューインガムみたいなちょっと残念。なんか嬉しいな、なんか自分の地元にこういうのあると。へえ、いろんな人がこの町を応援したわけですね。ありがとうございます。ここを左に曲がります。道わからないここ曲がってこの道行くのかな、違うかな、あっちまで行くのかな、渡ったような気がする。そういえば分かった、私方向音痴じゃなくて他のこと考えてるから景色が見えてないの、そういうこと。もう分かったぞ、あそこまっすぐ行って右側にあるところです。いや皆さん、長田区にありますこのパティスリードロマン、同級生がお父さんの代から一生懸命頑張ってやってるケーキ屋さんなんですけど、本当に美味しくて、あの応援していたところ、このように神戸新聞の第一面、バッ、たぬきケーキ捕獲したいというタイトルでこんなに大きく載って、どういうことっていうのを聞きに来ました。はい、では早速ちょっと事情聴取したいと思います。こんにちは。すごいことになってるやんか。あ、これが、そう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 、これがもう今日本中で話題沸騰のたぬきケーキ。かわいい、かわいいね。ほら、神戸新聞の、あ、新聞見てくれたよね、ありがとう。でもうこんだけ、こんだけよ、こんだけ載ってるっていう、ね、一面飾るなんてね、すごいわ。犯罪するかたぬき作るかしかなれませんからね。で普通にたぬき作ってもなかなかこうはならないのでそうかそうか、多分だからこのたぬきケーキには、まあ、昭和のおじいとかって書いてあるけども、深い深いストーリーがあるんだろうなと思ってね、それを聞きたいなと思って、今、はい、まあ、ね、それちょっと忙しいから、忙しいんだよね、ちょっと手伝ってもらうのかも、作るのとか販売とか。あ、嬉しい、じゃやってくれる。あ、いや、うん、やるやる、ね、やる。ちょっとほな着替えて。わかった。わー、作ってる。いらっしゃい。いやー、見せてもらおう。はい、たぬき、噂のたぬき。うわ、これちょっと作ってみ。え、作ってもいいの？もちろんよ、そんなん。せっかく神戸に来たタイミング。いやー、嬉しい。作りましょう、作りましょう、教える、嬉しい、はい、嬉しい。あ、じゃあタヌキの中身これですね。はい、
これですね、カップケーキ焼き、カップケーキ、はい、これね、ちょっと1個、はい、僕が絞るので、あとエリちゃんにやってもらいます。はい、こんな感じね、こう、これは顔になりますからね、ピュッとこう、はい、はい、やってください。はい、3つ行こう、もっと大きく、あ、いい感じ、いい感じ、大きい、あ、この真ん中に行かないといけないかな。そうそうそう、まあ上から行ったらいいかもね。あ、なんか違うな、うん、その大きさが目標。はい、行きます。はい、頑張れ、ブリッと行け、よっしゃ。あ、見てこれさ、ツルツルやん。ちょっと上から落としてね。そうそうそう、上からそうそうそう、上からだとね、曲がるみたいで。いい感じ、いい感じ、それぐらい大胆にいった方がいいです。そうやね、オッケー、もう一回オッケー、いい感じ。じゃあ次、今さっき絞ったこれをつけます。はい、ビヨン、ビヨンで、顔ですね、指でつまみます。ビヨン、鼻を高く、わー、 OK、 はい、じゃあ次はエリちゃん。だからね、ごめん、自信がない。いや、やりましょう。はい、ここにはまってしまってもしょうがない。いきます。なんか緊張してるんですけど。大丈夫です、落ちないのかな。まず大丈夫です。はい、口までもうちょっと、OK、つけちゃおう。 OK、 で、ちょっとこう振って、余分なチョコレートを落として、ひっくり返して、はい、で、顔、ここですね。そうです、ポイントはここです。大丈夫です。鼻が高い、素晴らしい。あ、ちょっと小狐コーン入りました。はい、大丈夫です。ちょっと待って、考察します、はい、何が違うのか。はい、ロマンのたぬきケーキの場合、私のたぬきケーキの場合あの目の輪郭の、はここが違います。どうしてこんな綺麗な、うん、綺麗に橋行けるんですか。体で覚えてるのかな。ちゃんと言葉で教えてくれないと。体で覚えてるの、はい、の理論もないんですか。行こう行こう、はい、やる、やるしかない。この指をこう、そうそう、このままやったらって顔をこう、つまむ。あ、わかりました。掘りすぎです。掘りすぎやね。あの、この最初の初動が、初動がね、初動が深すぎ。 OKちょっと一個ずつ学んでいかないと進歩がないじゃないですか。これでうまくできるんだったら、たぬき屋さんできるよ。まだまだですよ、5年かけないと。で、ちょっとさっきのこれ練習なんで、はい、実は乾く前にチョコレートをつけないといけないので、はい、こういうふうに耳を刺してください。はい、はい、耳ね、はい、この感じ、これ見本、はい、お耳、うん、いや、この角がかわいい、うん、こうやわ、おー、いい感じ、いい感じ、ね、はい、次、目やね、はい、目、まず白目で、ちょっとこれ耳ついてないけどね、はい、2本目、はい、まずは白目を大きくプニプニと絞る、ここにプニプニと絞ります。あはー、はい、次は中でプニ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 、私の場合は白目を大きくしたいですね。頑張ってしまって、これ2本、はい、お目目ね、ジューッと、あ、じゃあいい感じ、いい感じ、はい、お目目入りました。お目目っていうか、白いとこ、白目入りました。オッケー、いいじゃない、なんかいいと思います、いいと思いますよ、はい、いいと思いますね、やっぱりね、
作った人の顔が出るよね。いいね。いや。あ。ああいいやんか。いやちょっと右目が。いやいや左右非対称の。もう一個入れていきます。せーの、ドン。これがいい。はい。さあ、トン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 。お、インチが。お、お、うまい。インチが。うまいうまいうまい。ちょっと成長したかな。これはなんかすごい素晴らしい。目々。お耳。これはあのね、お耳売り物になるからいっぱい試しに、そこ試してお店に出して本当ですか。お客さんがお耳がピュッ、いい感じ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 、バッチリ、勢いやね、はい、勢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 い、お目目プルプルブンブンブンプルプルブンブンブン、キュッ、よっしゃ、はい、目玉、はい、ちょっと甘えん坊の子やからって、じゃあ奥さーって、おー、ちょっと修正したい、こんなんで修正したい、うん、あ、可愛いわ、ね、結構あの上手上手、これいやこれエリちゃんの2つ作りました。これ売れる？売れるよ。え、次じゃあ、売ってもらいましょう。あ、マジで？はい。じゃあ、これを売ってみよう。はい、それでは先ほど作らせていただいたたぬきケーキを売ってみようということで、部屋とワイシャツとたぬき、たすきがけをしてみました。本気や。部屋とワイシャツとたぬき、毒は入っておりません。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あの評判のたぬきケーキがあります。え、ゆみさん、はい、ちょっと、え、よろしかったら、え、あの、なんでここおるんですか。あの修行にこれがゆみさん作ったんですか。はい、そうです。あの味は一緒ですので、あの怖がらないでいただきが、あの毒も入ってませんから。これ2個だけ？はい、2個だけです。あ、でもこっちの方が可愛い。可愛い。センスいいんですよ。すごい。限定。ありがとうございます。すごい。え、すごい。限定だ。1404円になります。あ、はい。はい。ありがとうございます。はい。ここで。はい、おー、あ、はい、開いた、はい、開きます。ストラテジーやから、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。握手できないんで、これで、あ、そうか、そうか、はい、はい、ありがとうございました。イエーイ、頑張ります。ありがとうございました。ありがとう。嬉しい、ほんとにね。いやいやいや、ここで言ってはって、めっちゃ本物の不安やね。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。お待たせしました。すみません。こんにちは。それは私が先ほど作りまして、はい。ちょっとシェフに。あ、本当ですか。はい、では一つ。じゃあ、こんにちは。無事売れました。やった、頑張れ。イエーイ。これで東京帰ります。自分の作ったお菓子が売れるのって気持ち楽しいでしょ。作った CD が売れるのも楽しいですね。そう、それは同じような気持ちですね。 ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。大事に食べてやってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お待たせしました。はい、ありがとうございます。あー、楽しかった。お疲れ様でした。でも上手にできたんで、ゆっくりで。え、嘘。いやいやいや、ほんまに。嘘。ほんまほんま。ですか、うん、いや、今回のこのたぬき、これは
どういうことなんですか？